何かに取り憑かれたり、狙われたり、付きまとわれたりしたら、マジでシャレにならないことを最初に言っておく。もう一つ、俺の経験から言わせてもらうと、一度や二度のお祓いをすれば、なんとかなるってことは、まずない。長い時間をかけて、ゆっくり蝕まれるからね。払えないってことの方が多いみたいだ。俺の場合は、だいたい2年半ぐらい。一応断っておくと、5体満足だし、人並みに生活できている。ただ、残念ながら、終わったかどうかって点は定かじゃない。まずは、始まりから。当時俺は23歳。社会人1年目ということで、新しい生活を過ごすのに精一杯な頃だ。会社が小さかったから、当然同期も少ない。必然的に仲が良くなる。その同期に東北地方出身の斉藤というやつがいて、こいつがまたいろんなことを知っていたり、やけに知り合いが多かったりした。で、よく、これをしたら何々になるとか、〇〇が来るとかって話があるけれど、あれ系の話はほとんどガセだと思うんだけど、いくつかは本当にそうなってもおかしくないものがあるらしい。そいつが言うには、何か条件がいくつかあって、たまたま揃ってしまうと、起きるんじゃないかって。俺の時は、まあ悪ふざけが原因だろう。当時は車を買ってすぐだったし、一人暮らしを始めて間もないし、何よりバイトとは比べ物にならない給料が入るので、週末は遊びほうけていた。8月の頭にナンパして仲良くなった子たちと、斉藤、そして俺の計4人で、いわゆる心霊スポットなる場所に肝試しに行ったわけだ。その場は確かに怖かったし、寒気もしたし、何かいるような気がしたりとかもあったけど、特に何も起こらず、まあスリルを満喫して帰ったわけだ。3日後だった。当時の会社は上司が帰るまで新人は帰れないという暗黙のルールがあって毎日遅くなっていた。疲れて家に帰ってきて本当に今思い出しても理解できないのだが、部屋の入り口にある姿見の前でしてはいけないことをやったんだ。試そうとか考えたわけではなく、ふと思いついただけだったと思う。少し細かな説明をする。当時の俺の部屋は、駅から徒歩15分、8畳ワンルーム。玄関から入ると細い廊下があり、その先に8畳分の部屋がある。姿見は、部屋の入り口。つまり、廊下と部屋の境目に置いていた。俺が斉藤から聞いていたのは、鏡の前であることをしたまま右を見ると、あれがやってくる、という話だった。あることというのは、詳しくは言えないけど、体勢的に、ちょっと、お辞儀をしているような格好になる。来るわけねえよな。なんてつぶやきながら、お辞儀のまま右を向いた時だった。部屋の真ん中あたりに何かがいた。見た目は
明らかに異常だった。多分160センチぐらいだったと思う。髪はバッサバサで腰まであって、すだれみたいに顔にかかっていた。というか、顔にはお札みたいなものが何枚も貼ってあって見えなかった。なんて呼ぶのかわからないけど、亡くなった人に着せる白い和服を着て、小さい振り幅で左右に揺れていた。俺はというと固まった。声も出なかったし、一切体は動かなかったけど、頭の中ではものすごい回転数で起きていることを理解しようとしていたと思う。想像してほしい。狭いワンルームに、音もない部屋の真ん中あたりに何かがいるという状態を。頭の中では原因がわかりきっているのに、起きていることが理解できないって混乱が渦を巻いている。とにかく異常だ。明かりをつけていたけど、逆にそれが怖いんだ。いきなり出てきたそいつが見えるから。そいつの周りだけ青みがかかって見えた。時間が止まったと錯覚するぐらい静かだった。とりあえず、俺が出した結論は、部屋から出ることだった。足元にあるカバンを、なぜかゆっくりと慎重に手に取った。そいつからは目が離せなかった。目を離したらやばいと思った。後ずさりしながら、廊下の半分を過ぎたあたりで、そいつが体を左右に振る動きが、少しずつ大きくなり始めた。それと同時に何かうめき声みたいなものを出し始めた。そこから先は実はあんまり覚えてない。気がつくと駅前のコンビニに入っていた。とにもかくにも人のいるコンビニについて安心した。ただ、頭の中は相変わらず混乱してて、なんだよあれ、という怒りにも似た気持ちと、鍵閉め忘れた、という変なとこだけ冷静な自分がいた。結局、その日は部屋に戻る勇気はなくて、一晩中ファミレスで朝を待った。空が白み始めた頃、恐る恐る部屋のドアを開けた。よかった。消えてた。部屋に入る前にもう一回外に出て、缶コーヒーを飲みながら一服した。実は何もいなかったんじゃないかって思い始めていた。本当にあんなものありえないしね。明るくなったというのと、もう何もいないというので少し余裕ができたんだろう。さっきよりはやや大胆に部屋に入った。よし、いない。なんて思いながら、カーテンが閉まっているせいで薄暗い部屋の電気をつけた。昨晩の出来事を裏付ける光景が目に入ってきた。昨日、あいつがいたあたりの床に、ものすごく匂いを放つ泥、ヘドロのようなものが、足跡というレベルを超えた量で残っていた。起きたことを事実と再認識するまで時間はかからなかった。はっと気づいて、ますますパニックになったんだけど、そういえば俺は、電気は消してなかったはずなのに。変な乾いた笑いが漏れた。そしてスイッチを押した左手を見たら、こっちにも泥がついていた。しばらくはどんよりした気持ちから抜けられなかったが、
出ちまったもんは仕方ねえなと思えてきた。まあここら辺が俺が AB 型である典型的なところなんだけど、そんな状態にありながら泥を掃除してシャワーを浴びて出社した。匂いが消えなくてかなり腹が立ったし、こっちはこっちで大問題だが、会社を休むことも一大事だったから。会社に着くといつもと変わらない日常が待っていた。俺はなんとか斉藤と話す時間を探った。ことの発端に関係する斉藤からなんとか事情を得ようとしたのだ。昼休み、やっと捕まえることに成功した。以下は俺と斉藤の会話の抜粋。前にさ、話してた、鏡の前で何とかするとあれが来るとかって話あったじゃん。昨日あれやったら来たんだけど。はぁ？何それ。だからマジでなんか出たんだって。やっべえのが出たんだよ。何言ってんのかわかんねえよ。俺だってわかんねえよ。ダメだ、拉致が開かない。斉藤を信用させないと何も進まなかったため、俺は淡々と昨日の出来事を説明した。最初はネタだと思っていた斉藤もやっと半信半疑の状態になった。仕事終わり、俺の部屋に来て確かめることになった。夜10時、幸いにも早めに会社を出られた俺たちは部屋に着いた。扉を開けた瞬間、今朝嗅いだ悪臭が鼻をついた。閉め切った部屋から熱気とともにまさしく匂いが襲ってきた。帰りの道でもしつこいくらいの説明を俺から受けていた斉藤は、マジ？と一言つぶやいた。これで信じたようだ。問題は斉藤が何かしら解決案を出してくれるかどうかだったが、望むべきではなかった。とりあえずお祓いに行った方がいいことと知り合いに聞いてみるという言葉を残し、奴は逃げるように帰っていった。予想通りとしか言いようがなかったが、奴の顔の広さだけに期待した。臭いところにいたくない気持ちから、その日はカプセルホテルに泊まった。今夜も出たら終わりかもしれないと思ったのが本音だ。翌日、とりあえず近所の寺に行った。さすがに会社どころではなかった。お坊さんに訳を説明すると、専門じゃないからわからないですね。しばらくゆっくりしてはいかがでしょう。きっと気のせいですよ。なんて、のんきな答えが返ってきた。その日は、都内では有名な寺や神社を何軒か回ったが、どこも大して変わらなかった。疲れ果てた俺は、埼玉の実家を頼った。正確には、母方の祖母がお世話になっている、S 先生なる尼僧に相談したかった。というか、その人以外でまともに取り合ってくれそうな人が、思い浮かばなかった。ここで S 先生なる人を紹介する。母は長崎県の出身で、当然祖母も長崎にいる。祖母は戦争経験からか熱心な仏教徒だ。S 先生はその祖母が週一度通っている自宅兼寺の住職さんだ。俺も何度か会ったことがある。俺は詳しくは知らないが、宗派の名前は教科書に載っているくらいだから
エセモノの霊能者などとは比較にならないほど、しっかりと仏様に仕えてきた方なのだ。人柄は温厚、落ち着いた優しい話し方をする。俺が中学に上がる頃、叔父が土地を買い、家を建てることになった。地鎮祭って言うんだっけ？とにかくその土地をお払いした。その一週間後に長崎の祖母から、土地が良くないから S 先生がお払いに行く、という内容の電話があった。当然母親的にも、もう終わってるのになんで？ということでそれを言ったらしい。そしたら祖母は、でも S 先生がまだ残ってるって言うたったい、と言った。つまり、俺が知る限り、唯一頼れる人物である可能性が高いのが S 先生だった。日も暮れてきて、埼玉の実家があるバス停に着いた頃には、夜9時を回る少し前だった。都内と違い、工場ばかりの街なので、9時でも人気は少ない。バス停から実家までの約20分を足早に歩いた。人気のない暗い道に街灯が規則的に並んでいる。内心、おとといのことがフラッシュバックしてきてかなり怯えていたが、幸いにも奴は現れなかった。が、夜になり涼しくなったからか、俺は自分の体の異変に気がついた。どうも首の付け根あたりが熱い。伝わりにくいかと思うが、例えるなら首に紐を巻きつけられて左右にずらされているような感じだ。首に手をやって寒気がした。熱い。首だけ熱い。しかもヒリヒリし始めた。どうも発疹のようなものがあるようだった。歩いていられなくなり、実家まで全力で走った。息を切らせながら実家の玄関を開けると、母が電話を切るところだった。そして、俺の顔を見るなり、こう言ったんだ。ああ、あんた、長崎のおばあちゃんから電話が来て心配だって。S 先生が、あんたが良くないことになってるから、こっちおいでって言われたって。あんたなんかしたの？あらやだ、あんた首の周りどうしたの？答える前に玄関の鏡を見た。奴が来るかもとか考えなかったな、なぜか。首の周り、付け根の部分は、縄でも巻かれているかのように、見事に赤い線ができていた。近づいてみると、細かな発疹がびっしり浮き上がっていた。さすがに体が震えてきた。何も考えずに、母にも一言も返事をせずに、階段を駆け上がり、母の部屋の小さな仏壇の前で、南無阿弥陀仏を繰り返した。そうするほか、何もできなかった。心配した親父が、どうした？と怒鳴りながら走ってきた。母は異常を察知して祖母に電話している。母の声が聞こえた。泣き声だった。逃げ場はない。恐ろしいことになってしまっていると、この時、やっと理解した。実家に帰り、自分が置かれている状況を理解して3日が過ぎた。精神的に参ったからか、それが何かしらあいつが起こしたものなのかはわからなかったが、2日間高熱に悩まされた。首から異常なほど汗をかき、2日目の昼には血が滲み始めた。3日目の朝には首からの血は止まっていた。もともと滲む程度だったのだ。
熱も微熱ぐらいまで下がり、少しは落ち着いた。ただ、首の周りに異常な痒さが感じられた。チクチクと痛くて痒い。枕や布団、タオルなどが触れると、鋭い小さな痛みが走る。血が出ていたから、かさぶたができて痒いのかと思い、意識して触らないようにした。布団に潜り、夕方まで気にしないように心がけたが、トイレに行った時、どうしても気になって鏡を見た。鏡なんて見たくもないのに、どうしても自分に起きていることをこの目で確認しないと気が済まなかった。鏡は見たこともない状況を映していた。首の赤みは完全に引いていた。その代わり発疹が大きくなっていた。今でも思い出すたび鳥肌が立つほど気持ち悪いが、あえて細かな描写をさせてほしい。気を悪くしないでもらえると助かる。もともと首の周りの線は太さが1センチぐらいだった。そこが真っ赤になり、もともとかなり色白な俺の肌との対比で、正しく赤い紐が巻かれているように見えていた。これが3日前のこと。目の前の鏡に映るその部分には膿が溜まっていた。いや、正確じゃない。正確には赤い線を作っていた発疹には膿が溜まっていて、まるで特大のニキビがひしめき合っているようだった。そのほとんどが膿をにじませていて、あまりにおぞましくて気持ちが悪くなり、その場で吐いた。真水で首を洗い、母から借りた軟膏を塗って、泣きながら布団に戻った。何も考えられなかった。唯一、なんで俺なんだ、という憤りだけだった。泣き疲れた頃、携帯が鳴った。斉藤からだった。こういう時、ほんのわずかでも、希望というのはものすごいエネルギーになる。正直、こんなに嬉しい着信はなかった。もしもし。おお、大丈夫？いや、大丈夫なわけねえだろ。ああ、やっぱやばい。やべえなんてもんじゃねえよ。つうかなんかないんかよ。地元の友達に聞いてみたんだけどさ、ちょっとわかるやついなくて、申し訳ない。ああ、で？正直、斉藤なりにいろいろしてくれたとは思うが、この時の俺に相手を思いやる余裕なんてなかったから、かなり自己中な話し方に聞こえただろう。いやー、その代わり、友達の知り合いに、そういうの強い人がいてさ、紹介してもいいんだけど、金かかるって。え？金取んの？みたい。どうする？どんぐらい？知り合いの話だと、とりあえず50万ぐらいらしい。50万？当時の俺からすると、働いてるとはいえ、50万なんて払えるわけない額だった。金が惜しかったが、恐怖と苦しみから解放されるなら、選択肢はなかった。わかった。いつ紹介してくれる？その人今、群馬にいるらしいんだ。知り合いに聞いてみるからちょっと待ってて。話は前後するが、俺が仏像の前で南無阿弥陀仏を繰り返していた時、母は祖母に電話をかけていた。
祖母からすぐ S 先生に相談が行き、最終的には S 先生がいらしてくれることになっていた。ただし先生もご多忙だし、何より高齢だ。こっちに来れるのは3週間先に決まった。つまり3週間は不安と恐怖と何か起きてもおかしくない状況にいなければならなかった。そんな状況だから少しでもできるだけのことをしてないと気持ちが落ち着かなかった。斉藤が電話を折り返してきたのは夜11時を過ぎた頃だった。待たせて悪いね。知り合いに相談したら連絡入れてくれて明日行けるって。明日？ほら、明日日曜じゃん。そうか、いつの間にか奴を見てから5日も経つのか。不思議と会社のことは忘れていた。わかった、ありがとう。うちまで来てくれるの？家まで行くって。車で行くらしいから住所メールしといて。お前はどうすんの？来てほしいんだけど。行く行く。金、後でも大丈夫かな？多分大丈夫じゃね？わかった。近くまで来たら電話して。なんとも段取りの悪い話だが、若造だった俺には仕方のないことだった。その晩、夢を見た。寝ている俺の脇に、白い和服を着た若い女性が正座していた。俺が気づくと、三つ指をつき、深々と頭を下げた後、部屋から出て行った。部屋から出る前に、もう一度深々と頭を下げていた。この夢があいつと関係しているのかはわからなかったが。翌日、昼過ぎに斉藤から連絡が来た。電話で誘導し、出迎えた。来たのは斉藤とその友達。そして、30代後半ぐらいであろう男が来た。普通の人だと思えなかった。チンピラみたいな感じだったし、何の仕事をしているのか想像もつかなかった。俺がちゃんと説明していなかったから、両親がいぶかしんだ。まず間違いなく偽名だと思うが、男は林と名乗った。タケル君の話は彼から聞いてましてね。まあ厄介なことになってるんです。今更ですまないが、タケルとは俺。会話中の彼というのは斉藤だと思ってほしい。林にそう言われて父が言った。それで林さんはどういった関係でいらしていただいたんですか？いやね、これもう素人さんじゃどうしようもないんですよ。お父さん、いいですか？信じられないかもしれませんが、このままだとタケル君危ないですよ。で、彼が友達のタケル君が危ないから助けてほしいって言うんでね、ここまで来たってわけなんですよ。タケルは危ないんでしょうか？いやね、お母さん。私も結構こういうのは経験してますけど、こんなにひどいのは初めてですね。この部屋いっぱいに悪い気が充満しています。父が言った。失礼ですが、林さんのご職業をお聞きしてもいいですか？ああ、気になりますか？まあ、そりゃ急に来てこんな話したら怪しいですもんね。でもね、ちゃんと除霊して、あたりを清めないと、タケル君、本当に連れて行かれますよ。
林さんにお願いできるでしょうか。それはもう任せていただければ。こういうのは私みたいな専門のものじゃないとダメですからね。ただね、お母さん、こっちとしても危険があるんでね。少しばかりは包んでいただかないと。ね、わかるでしょ。いくらあればいいんです？そうですね。まあ、200はいただかないと。えらい高いな。これでも彼が友達助けてほしいって言うから、わざわざ時間かけて来てるんですよ。嫌だって言うなら、こっちは別に関係ないですからね。でも、たった200万で、タケルくんが助かるなら、安いもんだと思いますけどね。それに、タケルくんもお寺に行って相手にされなかったんでしょ？わかる人なんて一握りなんですわ。また一から探すんですか？俺は黙って聞いていた。さすがに200万と聞いた時は斎藤を見たが、斎藤も罰の悪そうな顔をしていた。結局、父も母もわからないことにそれ以上の意見を言えるはずもなく、しぶしぶ任せることになった。林は早速今夜に除霊をすると言い出した。準備をすると言って、一度出かけた。出かけに両親に準備にかかる金をもらっていった。夕方戻ってくるとろうそくを立て、お札のような紙を部屋中に貼り、膝元に水晶玉を置き、数珠を持ち、日本酒だと思うが、それを杯に継いだ。なんとなくそれっぽくなってきた。タケルくん、これからお祓いするから、これでもう大丈夫だから。お父さんお母さんすみませんが、一旦家から出てってもらえますかね。もしかしたら霊がそっちに行くこともないわけじゃないですから。両親は不本意ながら、外の車で待機することになった。日も暮れて、あたりが暗くなった頃、お祓いは始まった。林はお経のようなものを唱えながら、一定のタイミングで杯に指をつけ、俺にその雫を飛ばした。俺は半信半疑のまま、布団に横たわり目を閉じていた。林からそうするように言われたからだ。お祓いが始まってからだいぶ経った。お経を唱える声が途切れ途切れになり始めた。目を閉じていたから嫌な雰囲気と少しずつおかしくなってゆくお経だけが俺にわかることだった。最初こそ気づかなかったが、首がやけに痛い。かゆさを通り越して、明らかに痛みを感じていた。目を開けまいと、痛みに耐えようと、歯を食いしばっていると、お経が止まった。しかし、おかしい。よくわからないが、区切りが悪い終わり方だったし、終わったにしては何も声をかけてこない。何より首の痛みは一向に引かず、むしろ増しているのだ。寒気もするし、何かが布団の上にまたがっているような気がする。目を開けたらいけない。それだけは絶対してはいけない。わかってはいたが、開けてしまった。目を開けると、恐ろしい光景が飛び込んできた。林は、布団で寝ている俺の右手側に座り、お祓いをしていた。そして、
その林と向き合うように、俺を挟んで左側、あいつが正座していた。膝の上に手を置き、上半身だけを伸ばして、林の顔を覗き込んでいる。林の顔とあいつの顔の間には、拳一つ分ぐらいの隙間しかなかった。不思議そうに顔を斜めにして、フクロウのように小刻みに顔を動かしながら、聞き取れないが、ボソボソと何かをつぶやき、林の顔を覗き込んでいた。今思うと、林に何かを囁いていたのかもしれない。林は少しうつむき気味に目線を下に落としたまま瞬きもせず、口はだらしなく開いたままよだれを垂らしていた。少し顔が笑っていたように見えた。時々小さくうなずいていた。俺は瞬きも忘れ凝視していた。不意にあいつの首が動きを止めた。次の瞬間、その顔を俺に向けた。俺は慌ててぎゅっと目を閉じ、布団をかぶり、ひたすら南無阿弥陀仏と唱えていた。俺の顔の間近で、あいつが、フクロウのように顔を動かしている光景が、まぶたに浮かんできた。恐ろしかった。ガタガタと音が聞こえて、階段を駆け下りる音が聞こえた。林が逃げ出したようだ。俺は怖くて怖くて、布団に潜り続けていた。両親が来て、電気をつけて布団を剥いだとき、丸まって、体が固まった俺が痛そうだ。林は両親を見もせず車に乗り込み、待っていた斉藤と斉藤の友達と共にどこかへ消えていった。後から斉藤に聞いた話では、車を出せ以外は言わなかったらしい。解決するどころか、ますます悪いことになってしまった俺には、三週間先の S 先生を待っている余裕など残っていなかった。あいつを再び目にしてから、さらに四日が経った。当たり前かもしれないが、首は随分良くなり、まだ跡が残るとはいえ、明らかに体力は回復していた。熱も下がり、体はもう問題がなかった。ただ、それは身体的な話でしかなくて、朝だろうが夜だろうが、関係なく怯えていた。いつどこであいつが姿を現すかと思うと、怖くて仕方がなかった。眠れない夜が続き、食事もほとんど受け付けられず、常にあたりの気配を気にしていた。たった10日足らずで、俺の顔は随分変わったと思う。精神的に追い詰められていた俺には時間がなかった。当然、まともな社会生活なんて送れるわけもなく、親から連絡を入れてもらい、会社を辞めた。とにかく、何もかもが怖くて、洗濯物や家の窓から見える柿の木が揺れただけでも、もしかしたらあいつじゃないかと、一人怯えていた。S 先生が来るまでには、まだ二週間余りが残っていた。俺には長すぎた。見かねた両親は強引に怯える俺を車に押し込み、
どこかへ向かった。父が何度も、心配するな、大丈夫だ、と声をかけた。車の後部座席で母は俺の肩を抱き、頭を撫でていた。母に頭を撫でられるなんて何年ぶりだったろう。時間の感覚もなく、車で移動しながら夜を迎えた。二十歳を過ぎて恥ずかしい話だが、母に寄り添われて安心したのか、久方ぶりに深い眠りに落ちた。目が覚めると、すでに日は昇っていて、久しぶりに眠れてすっきりした。実際には、丸一日半眠っていたらしい。多分、あんなに長く眠ることなんて、もうないだろう。外を見ると、車は見慣れない景色の中を進んでいた。少しずつ、見覚えのある景色が目に入り始めた。道路の中央に電車が走っている。車は長崎に着いていた。これには俺もさすがに驚いた。怯え続ける俺に気遣い、飛行機や新幹線は避けて車での移動にしてくれたらしい。途中で休憩は何度も入れたらしいが、それでもろくに眠らず車を走らせ続けた父と、俺が怖がらないようにずっと寄り添ってくれた母への恩は、一生かけても返しきれそうもない。祖父母の住むところは長崎の柳川という。柳川に着くと、坂道の下に車を止め、両親が祖父母を呼びに行った。その間、俺は車の中に一人きりの状態になった。両親が二人で出て行ったのは、足腰の悪い祖母や S 先生の家に持っていく荷物を運ぶのを手伝うためだったのだが、自分で、大丈夫、行ってきて。なんて言ったのは、本当に舐めてた証拠だと思う。久しぶりに眠れたことや、今いる場所が東京埼玉と随分離れた長崎だったことが気を緩めたのかもしれない。車の後部座席で体育座りをして、外をぼーっと眺めていると、急に、首に痛みが走った。今までの痛みと比較にならないほど、言い過ぎかもしれないが、激痛が走った。首に手をやると、ぬめりがあった。血が出ていた。指先についた血が、いやおうなしに、俺を現実に引き戻した。この時、怖いとか、あいつが近くにいるかもって考える前に、またかよ、って投げやりな気持ちが先に来た。もう、なんか嫌になって泣けてきた。わかってもらえると嬉しいけど、嫌なことが少しの間を置いて続けて起きるのって、もうどうしようもないくらい落ち込むんだ。気持ちの整理がつき始めると嫌なことが起きるっていうのは辛いよね。この時は少し気が緩んでいたからなおさらで、どうしろっつんだよとか、いい加減にしてくれよとか、独り言をブツブツ言いながら泣いていた。車に両親が祖父母を連れて戻ってきたんだけど、すぐにパニックになった。何しろ、問題の俺が首から血を流しながら、後部座席でうなだれて泣いているのだから。何もないわけがない。
どうしたとか、なんとか言えとか、もうやだとか、タケルちゃん、しっかりせんかとか、この時は思わず、てめえらうるせんだよって怒鳴ってしまった。こんな時に説明なんかできるわけねえだろ。てめえらじゃ何もできねえくせに黙ってろ。とか思っていた。勝手に悪いことになって仕事は辞めるわ。騙されそうになるわ。こんな俺みたいなダメな奴のために走り回ってくれている人たちなのに、今考えると本当に恥ずかしい。で、人生で一度きりなんだけど、親父がいきなり俺の左頬に平手打ちをしてきた。ものすごい痛かった。親父はむちゃくちゃ厳しくて、何度も口喧嘩はしたけど、多分生まれてから一回もぶたれたことはなかったから。で、一言だけ、おじいちゃんとおばあちゃんに謝れ。で、静かだけど厳しい口調で言った。それでなぜか落ち着いた。というか、びっくりしすぎて、それまでの絶望感がどこかに行ってしまった。冷静さを取り戻してみんなに謝ったら、急に腹が据わってきた気がした。走り始めた車の中、励ましてくれる祖父母の言葉に感極まってまた泣いた。自分で思っているより全然心が弱かったんだ、俺は。S 先生の家でもあるお寺に着くと、ふっと軽くなった気がした。何が起きたっていうよりは、俺が勝手に安心したという方が正しいだろう。門をくぐり、石畳が敷かれた細い道を抜けると、初老の男性が迎え入れてくれた。そういえば、S 先生の家には、いつもお客さんがいたような気がする。きっと祖母のように通っている人が多いのだ。奥に通され、裏手の玄関から入り進んでいくと、十畳ぐらいの仏間がある。S 先生は俺の記憶の通り、仏像の前に敷かれた座布団の上に正座していて、ゆっくりと振り向いたんだ。タケルちゃん、もうよかけんね。S 先生が見てくれなさるけん。祖母がそう言うと、S 先生が言った。久しぶりね。ずいぶん立派になって、早いわね。S 先生、タケルちゃんは大丈夫でしょうかね。祖母がそう言うと、じいちゃんが答えた。草原豊かてまだ来たばかりやけん、S 先生かてようわからんてさ。ばあちゃんがそれに言い返す。あんたさんは黙っとき。もう私、心配で心配で仕方なかってさ。なんでだろう。ただ S 先生の前に来ただけなのに、それまで慌てていた祖父母が落ち着いていた。それは両親にも俺にも伝わってきて、深く息を吐いたら体から悪いものが出ていった気がした。両親はもう体力的にも精神的にも限界に近かったらしく、あとはS 先生がよくしてくれるので、隣に行って休んでいればいいという祖父の言葉に甘えて、隣の部屋へ行った。じゃあ、タケルちゃん、こっちにいらっしゃい。S 先生に呼ばれ、向かい合わせで正座した。
それじゃあ皆さんも隣の部屋でくつろいでらしてください。タケルちゃんと話をしますからね。あとは任せて、こっちの部屋にはいいと言うまで戻ってきてはダメですよ。S 先生、タケルちゃんをよろしくお願いします。タケルちゃん、心配なかけんね。S 先生がうまいことしてくれるけん。あんたさんはよく言うこと聞いといたらよかけんね。ね。しきりに S 先生にお願いして、俺に声をかけてくれる祖父母の姿に、また涙が出てきた。そうして S 先生はもっと近づくように言って、膝と膝をつけ合わせるように座った。俺の手を取り、しばらくは何も言わず、優しい顔で俺を見ていた。俺はなぜか悪さをして怒られるんじゃないかと、親の顔色を伺っていた子供の頃のような気持ちになっていた。目の前の自分よりも小さくて、明らかに力の弱いおばあちゃんの威圧的でも何でもない雰囲気に飲まれていた。あんな人本当にいるんだな。しばらくして S 先生が言った。どうしようかしらね。タケルちゃん、怖い？はい。そうよね。このままってわけにはいかないわよね。ああ、いいの。こっちの話だから。何がいいんだろう。ちっとも良くないだろう。なんて気持ちが溢れてきて、耐えきれずぶちまけてしまった。本当に人として未熟だったと思う。俺どうなるんですか？もう早いとこ何とかしてほしいんです。大体何なんですか？なんであいつ俺につきまとうんですか？もう勘弁してくれって感じですよ。先生、何とかならないんですか？タケルちゃん、大体俺別に悪いこと何もしてないっすよ。確かに心霊スポットは行ったけど、俺だけじゃないし。なんで俺だけこんな目に遭わなきゃいけないんすか？鏡の前であれをしちゃダメだってのも関係あるんですか？ほんとわけがわかんねえ。ああ、イラつく。どうして、チルルして。何がなんだかわからなかった。どうして、どうして。左耳にオウムかインコみたいな、甲高くて抑揚のない声が聞こえてきた。それが、どうしてと繰り返していると理解するまで少し時間がかかった。俺は S 先生の目を見ていたし、S 先生は俺の目を見ていた。ただ、優しかった S 先生の顔は無表情になっているように見えた。左側の視界には何かがいるというのはわかっていた。ちらちらと見えてしまう。寄せばいいのに左を向いてしまった。首から生温かい血が流れているのを感じながら、あいつが立っていた。体をくの字に曲げて、俺の顔を覗き込んでいた。くどいけど、わけがわからなかった。起きていることを認められなかった。ここは寺なのに、目の前には S 先生がいるのに、なんで、一週間前に見たまんまだった。
あいつの顔が目の前にあった。フクロウのように小刻みに顔を動かしながら、俺を不思議そうに覗き込んでいた。どうして、どうして、オウムのような声でずっと質問され続けた。きっと林も同じようにこの声を聞いていたんだろう。俺と同じ言葉をささやかれていたのかはわからないが、俺は息をするのも忘れてしまって、目と口を大きく開いたままだった。いや、息がうまくできなかったって方が正しい。たまに、こひゅっという感じで息を吸い込むことに失敗していた気がする。そうこうしているうちに、あいつが手を動かして、顔に貼り付けているお札みたいなものをゆっくりめくり始めた。見ちゃダメだ。絶対ダメだってわかってるし、逃げたかったんだけど、動けないんだ。もう顎のあたりが見えてしまいそうなところまで来ていた。心の中では、やめろ、それ以上めくんな、って叫んでいるのに、口からは、く、く、みたいな情けない息しか出ないんだ。もうやばいというところで、パンと音がした。たとえや誇張でもなく飛び上がった。心臓が破裂するかと思った。その音で俺は飛び上がった。正座していたから、体が倒れそうになりながら後ろに振り向いてすぐに走り出した。何か考えていたわけではなく、体が勝手に動いたんだ。でも慣れない正座のせいで足が痺れてまともに走れない。痺れて足がもつれたことと、あんまりにも前を見てなかったせいで頭から壁に突っ込んだが、ちっとも痛くなかった。額から血がだらだら出ていたのに、それだけテンパって周りが見えていなかったってことだ。血が目に入って何も見えない。手をぶん回して出口を探した。けど、的外れの方ばかり探していたみたいだ。まだ行けません。いきなり S 先生が大きい声を出した。障子の向こうにいる両親や祖父母に言ったのか、俺に言ったのかわからなかった。わからなかったが、その声は俺の動きを止めるには十分だった。ビクッとなって、その場で硬直。またもや頭の中では、ものすごい回転で事態を把握しようとしていた。というか、把握なんてできるはずもなく、S 先生の言うことに従っただけだ。俺の動きが止まり、仏間に入ろうとする両親と祖父母の動きも、止まったことを確認するかのように、少しの間を置いてから S 先生が話し始めた。タケルちゃん、ごめんなさいね。怖かったわね。もう大丈夫だから、こっちに戻ってらっしゃい。皆さん、大丈夫ですからもう少し待っててくださいね。障子の向こうからしきりに何か言っていたのは聞こえてたけど覚えてない。血を拭いながら S 先生の前に戻ると手拭いを貸してくれた。お香なのかわからないけどいい匂いがした。ここに来てやっとあの
パンという音は S 先生が手を叩いた音だと気づいた。タケルちゃん、見えたわね。聞こえた？見えました。どうしてって繰り返してました。この時にはもう S 先生の顔はいつもの優しい顔になっていた。俺も今度はゆっくりとできるだけ落ち着いて答えることだけに集中した。そうね。どうしてって聞いてたわね。なんだと思った？さっぱりわからなかった。考えようなんて思わなかったし。いや、わかりません。タケルちゃんはさっきの怖い？怖いです。何が怖いの？いや、だって普通じゃないし、幽霊だし。ここら辺で俺の脳は思考能力の限界を超えていたと思う。S 先生が何を言いたいのかさっぱりだった。でも何もされてないわよね。いや、首から血が出たし、それになんかお札みたいなのまくろうとしてたし、明らかに普通じゃないし。そうよね。でもそれ以外はないわよね。難しいわね。よくわからなくて、すいません。いいのよ。S 先生は、俺にもわかるように話してくれた。悟すと言った方がいいかもしれない。まず、あいつは幽霊とか、お化けと呼ばれるもので間違いない。じゃあ、いわゆる悪霊というやつかって言うと、そう言い切っていいか、S 先生には難しいらしかった。明らかに立ちが悪い部類に入るらしいけど、S 先生には悪意は感じられなかったって言っていた。俺に起きたことは何なのかに対しては、こう答えた。悪気はなくても、強すぎるとこうなっちゃうのよ。あの人、ずっと寂しかったのね。話したい、触れたい、見てほしい、気づいて、気づいてって、ずっと思ってたのね。タケルちゃんはね、わからないかもしれないけど、温かいのよ。いろんな人によく思われてて、それがきっと、いいな、優しそうだなって思ったのね。だから自分に気づいてくれたことが嬉しくて仕方なかったんじゃないかしら。でもね、タケルちゃんはあの人と比べると全然弱いの。だから近くにいるだけでも怖くなっちゃって体が反応しちゃうのね。S 先生はまるで子供に話すようにゆっくりと難しい言葉を使わないように話してくれた。俺はどうすればいいのかわからなくなった。あいつは絶対悪霊とかたちの悪いやつだと決めつけていたから。S 先生にお祓いしてもらえばそれで終わると思っていたから。それなのに、S 先生があいつをかばうように話していたから。さて、それじゃあ今度は何とかしないといけないわね。タケルちゃん、時間かかりますけど、何とかしてあげますからね。この一言には本当に救われた。ああ、もういいんだ、終わるんだって思った。やっと安心したんだ。S 先生に教えられたことを話します。俺にとって
一生忘れたくない言葉です。見た目が怖くても、自分が知らないものでも、自分と同じように苦しんでると思いなさい。救いの手を差し伸べてくれるのを待っていると思いなさい。S 先生はお経をあげ始めた。お祓いのためではなく、あいつが成仏できるように。その夜、額は裂けていたし、よくよく見れば首の跡が大きく破けて痛かったけど、本当にぐっすり眠れた。翌日、朝早く起きたつもりが、S 先生はすでに朝のお祈りを終わらせていた。おはよう、タケルちゃん。さ、顔洗って朝ごはん食べてらっしゃい。食べ終わったら本山に向かいますからね。S 先生が属している宗派は、前にも言った通り、教科書に載るくらい歴史があって、信者の方も修行されている方も、日本全国にいらっしゃる。教えは一緒なんだけど、地理的な問題から、東と西、それぞれに本山があるんだって。俺が連れて行ってもらったのが、西の本山。本山にしばらくお世話になって、自分がもともと持っている徳を高めることと、あいつが少しでも早く成仏できるように、本山で供養してあげられるためだと、S 先生は言っていた。その話を聞いて、一番喜んだのが祖母。まだ、信じられなそうだったのが親父。最後は俺が、もう大丈夫、行ってくる、と言ったので反対はしなかった。本山に着くと、迎えの若い方が待っていて、S 先生に丁寧に挨拶していた。本堂の横の奥にある小屋。広くて立派なものだったが、とにかくそこで本山の方々にご挨拶をした。ここでも皆さん、S 先生にはかなりの低姿勢だった。S 先生は実はすごい人らしく、望めばかなりの地位にいても不思議じゃないんだと後から聞いた。俺は本山にしばらく厄介になり、まあ客人扱いではあったけど、皆さんと同じような生活をした。多分、S 先生の言葉添えがあったからだろう。その中で、自分が本当に幸運なんだなって実感した。もう40年間ずっと、蛇の怨霊に苦しめられている女性や、家族親族まで、たたりで没落してしまって、身寄りがなくなってしまったけれど、家系をたどれば、立派な氏族の末裔の人とか、俺なんかより、よっぽど辛い思いをしている人が、こんなにいるなんて知らなかった。厳しい生活の中にいたからなのか、場所がそうだからなのか、あるいは S 先生の話があったからなのか、とにかく恐怖はだいぶ薄れた。本山に預けてもらって1ヶ月が経った頃、S 先生がいらっしゃった。あらあら。ずいぶん良くなったみたいね。ええ、S 先生のおかげですね。あれから見えたりした?いや、一回も。多分成仏したかどっかに行ったんじゃないですか?ここ本山だし。そんなことないわよ。顔が引きつった。
あら、ごめんなさい。また怖くなっちゃうわよね。でもね、タケルちゃん、ここにはたくさんの苦しんでる人がいるの。その人たちを少しでも多く助けてあげるのが私たちの仕事なのよ。多分だけど、S 先生の言葉にはあいつも含まれていたんだと思う。タケルちゃん、もう少しここにいて勉強しなさい。せっかくなんだから。俺は S 先生の言葉に従った。あの時のことがまだまだ尾を引いていて、まだここにいたいと思っていたからだ。それに、一日はあっという間なんだけど、なんというか、時間がゆっくり流れているような感じが好きだった。そんなこんなが続いて、結局3ヶ月も居座ってしまった。その間、S 先生は2ヶ月前に来たきり、こっちには顔を出さなかった。やっぱり、S 先生の言葉がないと不安だからね。でも悲しいかな。さすがに3ヶ月もそれまで自分がいた想像しい世界から隔離されると物足りない気持ちが強くなっていた。実に2ヶ月ぶりに S 先生がやってきて、やっと本山での生活は終わりを迎えようとしていた。身支度を整え、とにかくお世話になった皆さんに一人ずつお礼を言って、S 先生と帰ろうとしたんだ。でも気づくと、横にいたはずの S 先生がいない。あれ？と思って振り向いたら、少し後ろにいたんだ。歩くの早すぎたかな？と思って戻ると、優しい顔で、タケルちゃん、帰るのをやめてここにいたら？と言われた。実は、S 先生に認められた気がして少し嬉しかった。いやー、僕には、ここの人たちみたいにはできないです。本当に皆さんすごいと思います。真似できそうもないですよ。照れながら答えたら、そうじゃなくて、帰っちゃダメみたいなのよ。え？だって、まだ残ってるから。また顔が引きつった。結局、本山を降りることができたのは、それから2ヶ月後だった。実に5ヶ月も居座ってしまった。多分、こんなに長く家族でもない誰かに生活の面倒を見てもらうことはこの先ないだろう。S 先生から、多分もう大丈夫だと思うけど、しばらくの間は月に一度おいでなさい。と言われた。あいつが消えたのか、それとも隠れていたのか、本当のところはわからないからだそうだ。長かった本山での生活も終わって、やっと日常に戻ってきた。借りてたアパートは、母が退去手続きを済ましてくれていて、実家には俺の荷物が運び込まれていた。アパートの部屋を開けた時、何かをいぶしたような匂いと、部屋の真ん中あたりの床に小さな虫が集まっていたらしい。怖すぎたらしく、その日は何もしないで帰ってきたんだって。翌日仕方がないので、意を決してまた部屋を開けたら、匂いは残っていたけど、虫は消えていたらしい。
母には申し訳ないが、俺が見なくてよかった。実家に戻り、実に約半年ぶりぐらいに携帯を見ると、ものすごい件数の着信とメールがあった。中でも一番多かったのが斎藤。メールから、奴は奴なりに自分のせいでこんなことになったって、自責の念があったらしく、謝罪とか、こうすればいいとか、こんな人が見つかったとか、まめに連絡が入っていた。母から斎藤が家まで来たことも聞いた。戻って二日目の夜、斎藤に電話を入れた。電話口が騒がしい。斎藤は、ろれつが回らず何を言っているのかわからなかった。コンパをしてやがったのだ。とりあえず電話を切り、殺すぞ、とメールを送っておいた。所詮世の中、他人は他人だ。翌日斎藤から、謝りたいから時間をくれないか、とメールが来た。電話じゃなかったのは気まずかったからだろう。夜になると家まで斎藤が来た。わざわざ遠いところまで来るくらいだ。相当後悔と反省をしていたのだろう。玄関を開け、斎藤を見るなり二発ぶん殴ってやった。一発は、奴の自責の念を和らげるため。一発は、コンパなんぞに行ってて、俺をイラつかせたことへの贖罪のために。言葉で許されるよりも、殴られた方がすっきりすることもある。まあ、二発目は、俺の個人的な怒りだが、斎藤に経緯を細かく話し、その晩は二人して興奮したり怖がったり、今思うと当たり前の日常だ。斎藤からはあの晩のそれからを聞いた。あの晩逃げ出した時には、林は明らかにおかしくなっていた。林の車の中で友達と待っていた斎藤には、まず間違いなくやばいことになっているってことがすぐに分かったそうだ。でも、後部座席に飛び乗ってきた林の焦り方は尋常じゃなかったらしく、車を出さざるを得なかったらしい。反抗したりもたついたりしたら、何されっかわかんなかったんだよ。斎藤の言葉が状況を物語っていた。斎藤は車が俺の家から離れ高速の入り口近くの信号に捕まった時逃げ出したらしい。だってあいつ途中から笑い出したり震えたり俺は違うとかそんなことしませんとか言い出して怖いんだもんよ。あいつが何か囁いている姿が蘇ってきて、頭の中の映像を消すのに苦労した。俺の家に戻ってこなかったのは単純に怖すぎたからだって。根性なしですみませんでした。と、謝っていたから許した。俺が斎藤でも勘弁だし。その後、林がどうなったのかは誰も知らない。さすがに今回の件では、斎藤も頭に来たらしく、林を紹介した友達を問い詰めたらしい。
結局林は詐欺師まがいにもなりきれないようなどうしようもないやつだったらしく、たぶらかされて軽い気持ちで紹介したんだって。斉藤曰く、ちゃんとボコボコにしといたから勘弁してくれ、とのこと。でも、こんな状況を招いたのが自分の情報だってのには参ったから、今度は持てる人脈を総動員したが、こんなことに首を突っ込んだり、聞いたことがある奴が周りにいるはずもなく、多分とか、おそらくこうだろうとかってレベルの情報しかなかったんだ。だから、何か条件がいくつかあって、たまたま揃ってしまうと起きるんじゃないか、としか言えなかった。その後俺は S 先生の言いつけを守って、毎月一度 S 先生を訪ねた。最初の一年は毎月、次の一年は三ヶ月に一度。斉藤も俺への謝罪からか、何もなくても家まで来ることが増えたし、S 先生のところに行く前と帰ってきた時には必ず連絡が来た。あいつを見てから2年が経った頃、S 先生から、もう心配いらなそうね。タケルちゃん、これからはたまに顔出せばいいわよ。でも変なことしちゃダメよ。と言ってもらえた。本当に終わったのか、俺にはわからない。S 先生はその3ヶ月後、他界されてしまった。敬愛すべき S 先生。もっと多くのことを教えてほしかった。ただ、今は終わったと思いたい。S 先生のお葬式から、二ヶ月が経った。寂しさと大切な人を亡くした喪失感も薄れ始め、俺は日常に戻っていた。慌ただしい毎日の隙間に、ふとあの頃を思い出す時がある。あまりにも日常からかけ離れすぎていて、本当に起きたことだったのか、わからなくなることもある。こんな話を誰かにするわけもなく、またする必要もなく、ただ毎日を懸命に生きていくだけだ。祖母から一通の手紙が来たのは、そんなごくごく当たり前の日常の中だった。封を切ると、祖母からの手紙と、もう一つ手紙が出てきた。祖母の手紙には、俺への言葉とともに、こう書いてあった。S 先生から渡されていた手紙です。四十九日も終わりましたので、S 先生との約束通り、タケルちゃんにお渡しします。S 先生の手紙。今となっては、そこに書かれている言葉の真偽が確かめられないし、そのままで書くことは、俺にははばかられるので、崩して書く。タケルちゃんへ、ご無沙汰しています。S です。あれからだいぶ経ったわね。もう大丈夫？怖い思いをしてなければいいのだけど。いけませんね。歳を取ると周りくどくなっちゃって。今日はね、タケルちゃんに謝りたくてお手紙を書いたの。でも、悪いことをしたわけじゃないのよ。あの時はしょうがなかったの。でも、ごめんなさいね。
あの日タケルちゃんがうちに来た時、先生本当はすごく怖かったの。だってタケルちゃんが連れていたのは、とてもじゃないけど先生の手に負えなかったから。だけどタケルちゃん怯えてたでしょ？だから先生が怖がっちゃいけないって、そう思ったの。本当のことを言うとね、いくら手を差し伸べても見向きもされないってこともあるの。あの時は運が良かったのね。タケルちゃん、本山での生活はどうだった？少しでも気が紛れたかしら。タケルちゃんと会うたびに、先生、まだダメよって言ったでしょ？覚えてる？このまま帰ったらひどいことになるって思ったの。だから、タケルちゃんみたいな若い子には退屈だとは分かってたんだけど、帰らせられなかったのね。先生毎日お祈りしたんだけど、なかなかどこかへ行ってくれなくて。でももう大丈夫なはずよ。近くにいなくなったみたいだから。でもね、タケルちゃん。もしもまた辛い思いをしたら、すぐに本山に行きなさい。あそこなら多分、タケルちゃんの方が強くなれるから、なかなか手を出せないはずよ。最後にね、ちゃんと教えておかないといけないことがあるの。あまりにも辛かったら、仏様に身を委ねなさい。もう辛いことしかなくなってしまった時には、心を決めなさい。決してタケルちゃんを死なせたいわけじゃないのよ。でもね、もしもまだ終わっていないとしたら、タケルちゃんにとっては辛い時間が終わらないってことなの。タケルちゃんも本山で何人もお会いしたでしょ？本当に悪いものはね、ゆっくりと時間をかけて苦しめるの。決して終わらせないの。苦しんでいる姿を見て、にんまりとほくそ笑みたいのね。悔しいけど、先生たちの力が及ばなくて、目の前で苦しんでいても何もしてあげられないこともあるの。あの人たちも助けてあげたいけど、どうにもできないことが多くて。先生、なんとかタケルちゃんだけは助けたくて、手を尽くしたんだけど、正直自信が持てないの。気配は感じないし、いなくなったとも思うけど、まだ安心しちゃダメ。安心して気を緩めるのを待っているかもしれないから。いい？タケルちゃん。決して安心しきってはダメよ。いつも気をつけて、怪しい場所には近づかず、余計なことはしないでおきなさい。先生を信じて、ね。嘘ばかりついてごめんなさい。信じてって言う方が虫が良すぎるのはわかっています。それでも、最後まで仏様にお願いしていたことは信じてね。タケルちゃんが健やかに毎日を過ごせるよう、いつも祈ってます。S より。読みながら手紙を持つ手が震えているのがわかる。気持ちの悪い汗もかいている。鼓動が早まる一方だ。一体どうすればいい？まだ終わってないのか？急にあいつがどこかから見ているような気がしてきた。もう逃れられないんじゃないか。もしかしたら隠れていただけで、その気になれば
いつでも俺の目の前に現れることができるんじゃないか。一度疑い始めたら、もうどうしようもない。すべてが疑わしく思えてくる。S 先生は、ひょっとしたら、あいつに苦しめられたんじゃないか。だからこんな手紙を残してくれたんじゃないか。結局、何も変わってないんじゃないか。林は、ひょっとしたら、あいつにつきまとわれてしまったんじゃないか。一体あいつに何を囁かれたんだ。俺とは違う、もっと直接的なことを言われて、おかしくなったんじゃないか。S 先生は、俺を心配させないように嘘をついてくれたけど、嘘をつかなければならないほどのことだったのか。結局それがわかっているから、S 先生は最後まで心配してたんじゃないか。疑えば疑うほど混乱してくる。どうしたらいいのかまるでわからない。ここまでしか俺が知っていることはない。二年半にわたり、今でも終わったかどうか定かではない話のすべてだ。結局理由もわからないし、都合よく解決できたり、何かを知っている人がすぐそばにいるなんてことはなかった。どこから得たか、定かではない知識が招いたものなのか、あるいは、それが何かしらの因果関係にあったのか。俺には全く理解できないし、たまたまとしか言えない。でも、たまたまにしてはあまりにも辛すぎる。果たしてここまで苦しむような罪を犯したのだろうか。犯してないだろう。だとしたらなんでなんだ。不公平すぎるだろう。それが正直な気持ちだ。俺に言えることがあるとしたら、これだけだ。何かに取り憑かれたり、狙われたり、付きまとわれたりしたら、マジでシャレにならんことを改めて言っておく。最後まで、誰かが終わったって言ったとしても、気を抜いちゃダメだ。そして、最後の最後で申し訳ないが、俺には謝らなければいけないことがあるんだ。この話の中には、小さな嘘がいくつもある。これは、多少なりともわかりやすくするためだったり、俺にはわからないこともあってのことなので、目をつぶってほしい。おかげで意味がよくわからない箇所も多かったと思う。合わせてお詫びとさせてほしい。ただ、謝りたいのはそこじゃない。もっと、この話の成り立ちに関わる根本的な部分で、俺は嘘をついている。気づかなかったと思うし、気づかれないように気をつけた。そうしなければ伝わらないと思ったから。矛盾を感じることもあるだろう。がっかりされてしまうかもしれない。でも、この話を誰かに知ってほしかった。俺は斉藤だよ。今更悔やんでも悔やみきれない。